欧州陶碑は、マツカ陶碑属の針葉樹。別名ドイツ陶碑、ヨーロッパ陶碑、ドイツ松。ヨーロッパ原産の常緑針葉鉱木で、アルプスなどの山岳地帯や、スカンジナビア半島の北方針葉樹林の主要樹種で、ある。花季は5月頃、公園や庭園によく植えられている。もみの木などとともにクリスマスツリーとしてもよく使われるが、 本来は高さ50メートルにも至る高木であり、直径も2メートルに達することがある。若木のうちは、もみの木と区別が困難であるが、長さが10センチメートルを超える、独特のコーンとやや固めの葉で区別ができる。新根性のもみの木に対して、本種は朝根性で移植に対して耐性がある。成長が早く、そのため苗木は安価で流通している。日当たりを好み、乾燥を嫌う。 日本語ではドイツ逃避と呼ばれることがあるが、自然分布としては、ドイツではシュバルツバルトなど、南部の標高の高い一部地域に分布するに過ぎず、英語名ノルウェースプルースが示す通り、本種の本来の分布の中心は、東ヨーロッパ及び北ヨーロッパにある。ドイツにおけるものは、ほとんどが人為的に植林されたものである。10メートルを超える高さになると、 小枝が下側に垂れ下がるようになり、独特の外観となる。生育は容易であるが、酸性雨や排気ガスには弱く、郊外の深刻な地域では固始することがある。寒冷への耐性があり、土壌は選ばない。防風林などにも適しているが、根張りが強くないために、強風で倒れてしまうことがある。また庭木としては大きくなりすぎるために不向きである。2008年。 スウェーデン梅尾大学レーフクルマン教授らのチームが、同国ダラルナ地方で発見された欧州逃避の樹齢を約9550年とする報告を発表した。これは現在確認されている中では、世界最長の樹齢である。材木は、全体的に白色淡い紅白色で、変身材の境目は明瞭ではない。木砕はほぼ通直、肌目も緻密で、光沢を持つ。 やや軽難で加工性が良く、乾燥による収縮も小さく狂いも少ない。スプルース類の代替材として利用され、建築材、バイオリンの表板やピアノの響き板などの楽器用に使われる。耐久性は悪く、腐りやすい。そのために修正材の原料として使われることが多い。また、近年では、木肌が白くて美しく、木とくゆの匂いも少ないことから、 かまぼこ板やかごけ、外場の材料として、日本に輸出されている。コニファースペシャリストグループ1998、p アアビエス、イン、IUCN2010、IUCN レッドリストオブセレットド,ドスピーシーズ、バージョン2010.4。 h t t p w w w e u f o r g e n o r g スラッシュ f i l e a d m i n スラッシュ t e m p l a t e s l a e u f o r g e n o r g s l a <bugs> s h u p l o a d s l a s h d o c u m e n t s l a s h m a p s l a j p g s l a s h p i c e a j p g ありがとうございます。